みなさんこんにちは。神の神チャンネルへようこそ。湘南 AGA クリニック新宿本院院長のドクター笠井です、この神の神チャンネルでは、皆さんから質問があったことをですね、5分ぐらいでまとめて解説させていただいてます。今朝ですね、また朝から植毛の手術をしているんですけども、その時に、メールチェックとか、あと YouTube の方のですね、質問欄のところにもある内容とかをチェックしてるんですが、今朝届いていましたのがですね、この筋トレですね。以前も何度か説明はしてるんですけども、当然筋トレっていうのはやっぱり男性にとっては重要ですから、筋トレすると男性ホルモンが増えて、AGA になるんじゃないかっていうですね、この悩みというのはですね、すごく多く寄せられる悩みです。で、結論から言うと、大きな因果関係はないと言っていいと思うんですね。ただですね、当然筋力を鍛えたいという男性、マッチョの方は男性ホルモン強い方多いんですよね。やっぱりなよなよしていて、女性化した現代の男性がこんなやりたいと思わないわけで、当然もともと男性ホルモンが強い体質にある、そうすると AGA には、なりやすい方が多いというのはあると思います。ただ筋トレをやったから AGA になるわけではないと思います。さらに、フィナステリドというのはテストステロンが DHT デハイドロキシテストステロンに変化するのをブロックします。この DHT が AGA の原因なわけなので、それをブロックするので、逆にテストステロンは6% ぐらい上昇するんですけども、それなので、じゃあフィナステリドを飲むとこう筋トレがですね強くなると、そう思ってやってる方いるんですよね。なのでドーピングに昔はこう入ってたわけです。今でももしかするとそういうスポーツの団体ではドーピングに入ってるかと思うんですけど、ただ実際本当にそれでですね筋肉が増強するというエビデンスは私が知る限りはないと思いますし、そのような使い方はやはりあまりしない方がいいと思います。ただ、このですね薬をですね湘南に最初にですね提供してくださった先生、開発してくださった先生も筋トレマニアで、今でもこれを飲んで筋トレやってるんですけども、その筋トレをやっていて髪の毛が薄くなってくる、筋トレというか髪の毛が薄くなってくると、やはりですねスポーツとかもやる気なくするわけですよ。その筋肉をこうつけてかっこよくないかいと思ってるけど、髪の毛がなくなってくると、意欲がなくなってしまうんですけど、髪の毛が生えてくるとまたさらにですね筋力作りたいな、若返りたいなということで、頑張ってジムに行く人も多くなってくるので、ですからあまりなんていうんですかね、余計な副作用とかそういうことじゃなくて、純粋にまずは髪の毛を治すにはフィナステリドが重要であると。でそれをやったからといって筋トレやってはいけないことはありませんし、逆に髪の毛が増えてきたらどんどん筋トレをやっていただくというのがですねいいのではないかなと思っています。はい、それではですね、また話が横道にすれてそれてしまう前にですね、今日の、ポイントですねまとめたいと思いますが、その筋トレをするから AGA になるとか、よくまた別な若い男性でオナニーをするから、AGA になるからあまりやっちゃいけないんですかとかいう質問もありますけど、そういうことは具体的に大きなエビデンスはありませんし関係ないと思います。まずは AGA っていうのは遺伝の病気ですので、お薬を飲んできちんとコントロールして、そして髪の毛をちゃんとしたら筋トレをして元気になって、女にはやりすぎないほどしてください。はい、それではですね、神の神チャンネル、いつもこのような感じで一つのトピックを5分ぐらいでまとめてます。もしもうちょっと長いのが聞きたいなというリクエストがあれば教えてください。それはラファエルさんとの、YouTube で結構説明しているので、そちらで全体的に見ていただいて、ポイント的な質問は私の神の神チャンネルで見ていただけると分かりやすいかなと思いますし、ブログでも解説してますので、そちらも見てくださいね。はい、
最後までご視聴いただきありがとうございました。神の神チャンネルでは髪の毛の悩みですね、AGA とか植毛、それから女性の方の美満性型薄毛、さらには、眉毛のアートメイクとかですね、髭の悩み、そういった毛の悩みについて、解説しております。今日もですね、もし、私に相談したいなとかですね、自分はこう、植毛したらどうなんだろうかという相談したい方、ぜひ私たち湘南 AGA クリニックのホームページ、この概要欄に書いてあります。また、メール相談ですね。私に直接写真を撮っていただいて、こんな感じどうなんでしょうか、見ていただけませんかというメール相談とかもできます。ぜひ概要欄見てみてください。そして、この神の神チャンネル、聞いていただいて、見ていただいて、ためになったなという思っていただいた方は、ぜひいいねボタン、あるいはチャンネル登録、よろしくお願いします。ではまた次回。